秘跡はカトリック教会の用語で教会で取り行われるキリストの神秘を目に見える形で現在化する特別な儀礼。イエスキリストによって制定され教会に委ねられた神の恵みを実際にもたらす感覚的印のこと。かつては秘跡とも書かれていた。秘跡はプロテスタントでは精霊点、霊点、正教会では機密、正公会では 聖殿などと翻訳し、日本では教派によって、訳語も、その意味も異なっている場合がある。七つの秘石ロヒール・ファンデル・ウェイデンが1448年初代、教会以来、正統教会においては、秘石が伝統的に守られていたが、古代における日、カルケドン派正教会の分裂、11世紀の東西教会の分裂や16世紀以降の宗教、 改革運動などで様々な教派が生まれていく中で、秘跡の概念も広がっていった。カトリック教会において7つの秘跡が確定したのは12世紀の神学者、ペトルス・ロンバルデゥスによる。カトリック教会の場合、秘跡は聖職者によって取り行われ、目に見える儀式に目に見えない恵みを伴うものと考えられる。秘籍では性別された水、油、ぶどう酒などによって、 神からの見えない恵みが人間に与えられるとされる。カトリック教会をはじめ聖教会、東方諸教会、聖公会、復古カトリック教会、プロテスタントのルーテル教会や改革派教会などでは、奇跡は神の恵みを直接人間に伝えるもの、恵みの手段であるとしているが、プロテスタント諸派の一部では、仲介するという言葉は目に見えない神の恵みを目に、 見える形にするというだけのもの、単なる象徴という意味で捉えるものもある。奇跡という言葉は、ラテン語のサクラメントムに由来している。サクラメントムというのは、性別されたもの、行いあるいは、性なるもの、性別することといった意味である。さらにこのラテン語はギリシア語で、品義を意味するミュステリオンの翻訳であるため、東方教会ではそのまま、 ギリシア語のミュステリオンを用いるものもある。カトリック教会が伝統的に認めてきた教会の七つの秘跡は以下の通りである。この七つの秘跡はキリスト教入信の秘跡、癒しの秘跡、交わりと使命を育てる秘跡に分類される。信者は先例の秘跡によって新たに生まれ、献身の秘跡によって強められ、生態の秘跡によって養われるとされる。癒しの秘跡は キリストが、この二つの秘跡によってご自分の癒しと救いの技を、教会が続けていく、望まれたものとしている。かつては、許しの秘跡は、改春、描写の問いは、中油と呼ばれていたが、現在は、名称が改められ、特に描写の問いは、意味合いも少し修正され、臨終の時だけでなく重い病気や危険な手術を受ける、場合にも受けられるとされている。 これらの秘跡を授けるのは種類によって異なるが基本的には司教、または司祭である。詳しく述べると先例の秘跡は女祭も授けることができ緊急の場合に限り誰でも授けることが可能とされている。聖体の秘跡はミサの中で性変化を行うのは司教、司祭だが信者に聖体を与えることは場合によっては女祭や祭壇奉仕者 および司教から任命された臨時の生態奉仕者でも可能とされている。除海の秘跡は司教だけが授けることができる。結婚の秘跡は司教、司祭、または教会の有資格の承認の指式のもとで結婚する信者同士が秘跡を授け合うとされる。キリスト教ではその教派によって筆跡の数や意味についての理解、解釈は異なっている。正方教会においては サクラメントの基本は、カトリック教会が伝統的に認めてきた上記の7つであるが、宗教改革以降の諸派では、サクラメントの数や名称、理解などが教派によって異なっている。また、東方教会の中では、上記以外のものも、サクラメントとみなすものもあるが、ほとんどの教派で、カトリック教会が伝統的に認めてきた7つの秘跡は、 次に説明するように東方の諸教会とも項目の対応関係がある。プロテスタントプロテスタント教会の多くは、先例と生産の2つを例点として認めていることが多い。これは、宗教改革において、キリスト教のすべてを聖書に基づいて見直すという動きが起きたときに、先例と生産のみは、新約聖書に記述があり、イエス・キリスト自身が、 許しと救いのみ言葉をこれらのものと結びつけて良しとされたと考えられたからである。他の五つの秘石は聖書に根拠がないとして廃止されていった。プロテスタントでも結婚式や聖職者が手を頭の上に置いて剣能を授ける暗唱を行っているが、それらは秘籍とはみなされていない。 プロテスタントの教派による理解の違いは精霊点を恵みの手段と考えるか、信仰の表明と考えるかによるとされている。成功会成功会においては、洗礼と生産の二つが福音に論拠がある、聖殿として認められている。洗礼と生産とともに、聖霊の導きにより、教会のうちに行われてきた聖殿的書式として、献身、聖職安守、聖婚。 個人残悔、病人の暗示を呼びというがある。聖教会日本ハリストス聖教会では、秘密の訳語について、献身に、風光、許しの秘石に、痛快、除会に、新品、結婚に、婚配、描写の問いうに、聖風を用いている。ただし単なる訳語の違いが存在するだけでなく、それぞれカトリック教会とは、位置づけが多少異なっている。ありがとうございます。